月曜日始まんなかったことってあったっけええ。あ、開始、そうか、押し忘れたんだっけ <laughs> <laughs> 押し忘れて、<laughs> 意味もなく、あそうそう違う、そうじゃないんですよ。あれ、録画の問題ですね。ええー。あの、ツイッターと YouTube と両方出す方法っていうのを開発したんですよ。すええー、開発今、自分でやろうと思ったらできるんですけど、あんまりツイッターで、こう、なんか30分見てくれる人とかいないから、あの、やめてんですね。やめてんですよ。で、やめてて、 でその代わりと言っちゃうんなんですけど、あの、こう、えっ、ー、と、何、え、まあ、あの、YouTube の方を、あえて、録画じ、えー、マニアックなことを言うけど、録画する代わりに、もう一箇所別に配信する方法があるんです。で、録画捨ててるんですで録画を YouTube の方に流してるんです、今。本来、録画するやつを。っていうのを今やってて、どうも、鍵盤は一生懸命です。えー、どうも。えっ、ー、と、もう本当にね、えー、お家大好き、どうも、え <laughs>、世界一の座食系バーチャル MC、一生懸命です。 言えないもん、やっぱ気軽に使えない日があるな、あの挨拶は。そうなんですよね。えー、ということで、はい、やってまいりました。あのー、もう本当にいろいろと、えー、世間の SNS は気を使います。本当、いろいろと。あそこはもう公共の場です。Twitter とかは、本当に公共の場です。でね、もうね、なのそれに対して、えー、ここはもう完全に茶の間です。<laughs> この時間にこうわざわざ来てくれる人たち。 えどうもね、バーチャル MC 一生懸命吉田ルームの所属アナウンサーですから、吉田アナウンサーともう、活動を共にしていることが多いわけですよ。ね。えー、で、なので、き昨日は心配おかけしましたよね、もう本当にね。本当に、昨日は、ね、すいませんでした、昨日のね、トラブルはまだ言えないですね。昨日のトラブルは、ちょっとまあどうなるかわかんないんで、まだ言えないんですけど、でまあ、ここの状態のところに今日は時間をもって、余裕を持って、 なんと事前にわざわざ副部長のアカウントで追悼してからここに来れるぐらいの余裕がありましたからね。まあね、一番最初の頃からだいぶ余裕がで無事でよかったよって言われてごめんなさい、本当に。えー、昨日の心配、しょうがなかったんです、あの瞬間。本当に。うんえー、で、まあ今日なんですけれども、はい、伊し健さんが元気でよかった、元気ですよ。かなり元気ですよ、伊し健さんは。伊し健さんは元気で、で今日は、まあ、もちろんこう、ね、全都道府県に緊急事態宣言が出たりっていうのもあるし、 ね、さらにもうあの、まあ、この YouTube 見ていただいている方はアニメファンが多いでしょう。もうそもそものところで,で。アニメファン的に言うと、えー、もうあの藤原啓二さんが、うん、お亡くなりになったというニュースが入ってきて、ね、これだから、これをもうこう140文字で語るのは難しいんですよ。本当に、こういうのは。だけど、スルーはね、なかなかこうできない。 うんので、いろいろとこうお話はさせていただき、寂しい、そうですね。ねで、まあ、その時に、これをこの茶の間だから言いますよ。茶の間だから、これ切り取ったりしない方が多いと思うので、私、ニッケンタさんっていろんな声優さんにインタビューさせていただく。それがあって火曜日の,あの朝倉桃ちゃんのあの情報とかに、ね、気づいてたわけですよ。家入りオちゃんと同級生だみたいなやつで。で、あのシリーズをもう毎回毎回、本当にすごい面白いシリーズになるんで。 えやってるんですけど今日ちょっと早見翔さんのに対してインタビューしてたんです、ついさっきまで。で、早見さんにこうあのこう1時間半ぐらいお時間いただいて、すごいストレートにえーお話を聞いて、えー、そ,のそこからこうあの、そのインタビューが終わって、ふっとスマホを見たときに、その不法が入ったわけですよ。ね。いや、もう本当に、なんというんでしょう、もう、早見さんより年下でいらっしゃいますからね。ね。 えー、いやまあインタビュー前には多分早見さんもご存知なかったでしょう。うん、うん。というショッキングなことがありました。うん、えー、とかちょうどもう速水さんの話が素晴らしすぎて。<ー>本当にね。うん、早見さんの話を聞いてて、もう、あの、あ、なんで役者さんすごいんだろうと思ってたんですよ。うん、思ってた時に聞いて、藤原さんだったんで、あ、うん、ーっていうふうに、うん、若干の、若干のというか、かなりな、ね。 ね、ショッキングなことがこう、ね、まだまだお若いのにって、のんこベーコンレーターさんおっしゃってますが、55歳ですからね、えー、えちょっと待って、副部長、あと10年。<laughs> うん、うん。ってことよ、それで言うと、それで言うといかに10年、だって十年前って私、コ婚プラスもうやってんでしょ。 もっと言うなら、見込みの頃からすると、もっとやってんだから。ね、15年ぐらいやってんですから。ねえ、ほんとショックでしたっていう風に。長生きしてくださいねって、副部長、ものすごい長生きか、ものすごい早死にか、どっちかのタイプだと思ってたんですけど、現状のところ、もう亡くなっても半端なので、この段階だと、おそらく長生きモードの方だと思われます。おそらく長生きの方だと思いますからね。まあね、人生何が起こるか本当わからない。本当そうです。ね。で、今何が起こるかわからないのは、世間様の。 状況がそうでございまして、えーでねまあ、長生きしてください。で、その長生きで若者のやるような仕事を今でもやっているところをちょっとお見かけしようということで、はい、今週、えー、吉田副部長は何をやり続けているかというと、えー、ずっとですね、あのこの人、ずっとスタンバイし続けてるんですよ。スタンバイをし続けています。意味わかりますスタンバイ。スタンバイ。えー、ちなみにもう本当にもう、えーしょ、ちょっと前のオフィシャルヒゲダンディズムぐらいスタンバイしてますからね。 スタンドバイユーですよ、本当に。<laughs> 本当にスタンドバイユー。言い方、そうかな <laughs> えもう本当ね、ずっとスタンバイしてるんですよ。急なニュース対応っていうかね、そうなんですよね。そう、昨日の乃木坂さんのオールナイトもそうですし、えっと、星野源君の時はスタジオにいなくて大丈夫なんですけど、ただニュースのために必ず会社にいますし、で、その後の、これクリーピーナッツの時ですね、これ。クリーピーナッツのオールナイトニッポンも今回ご自宅だったでしょ、二人が。 ねえー、でご自宅の、えー、部屋からやってたので、えー、この本来二人が、ほらここにあ、ここに銀行あるね。クリピナ p y のオールナイト日本ゼロの銀行があるじゃないですか。えー、で、あるやつを、えー、私が持って、万が一何かあったら、日本2時59分には座ってるわけですよ。ね、この状態で座って、えー、4時半まで死んだ顔で座っているっていう。特に何も起きないからね。何にも起きないのは何よりですし、何よりですけれども。で、こういう状態で座ってて、お、え、そ、ー、らく。 え今週、そういえば俺、日曜出勤じゃん。<laughs> たら。日曜日もそういうことになってますね。えー、クリピーナッツ久しぶりに聞いたら股間の話ばっかりだったって。それ、いや、久しぶりだけじゃない。<laughs> えー、ランメルさん、スマホいじれないのつって言ってるんですけど、多少いじってもいいでしょうけど、あの、急緊急反応できないとまずいですしね。うん。まあ、あ w i t とかは見てましたけどね。VR は, VR はダメだななぜかというと、急に原稿とか持ち込まれたときに読めないのよね。VR のまんまだと。 そうまあ頭の上にちょっとずらして首が上がった状態だと読めなくもないんですけれどずっとこういうことをやっておりまして、えー、これがまあアナウンサーの、ねうん、そうですねスタンバイで聞くたびに、えー、頭の中にどうしてもそうですね、えー、有楽町じゃない地名ばっか浮かんできますけど森本武郎です、えー、森本武郎並みに今週の俺はスタンバイ、えー、オフィシャルゲーダンディズムじゃなかったなラジオ業界人としてはそっちですね動物の森とかできないかできるか動物 <laughs> 森 どうなんだろうやっていいのかなうん。魚釣ってたら、どう考えても魚の方が気がいっちゃうから、ダメでしょうね。ダメですね。えぇ。曲屋としての本業中ですからね。え衣装が上京したっての大学生みたいって言われて、そんな感じかもしれない。はい。えまあ、という、というね、のがアナウンサーの日常でございますが、アナウンサーというのは、まあ、こういう仕事です。え特にかっこよくはないです。えなので、あの、押される対象じゃないはずなんですよ、本来。 押したりとかなのに、えー、ここにはこう押してる感じの人が、ここにはいてくれるという、この季節、奇跡、季節じゃない、奇跡。えー、でね、えっ、ー、と、なので、あのー、スマホゲ、えー脳集会、まあの,ホの脳死周回なら、スマホゲーの脳周回だったらできるかもしれませんけど、あのそれダメでしょう、<laughs> ここでやってたら、うん、生放送のスタジオの中でやってたら。ね 押してますよというふうに言っていただいてます。ありがとうございます。えー、一生懸命アナウンサーでしたっけど、ありがとうございます。で、えー、この,あの一生懸命の押してる方がグッズが欲しいというありえない話をいただきまして、もう本当にありがとうございます。もう押し穴、女子穴でもないのに。えー、でも女子穴でも押したらおかしいんだぞ、本当は。押しの女子穴みたいにいる方いらっしゃいますけどね。うんえー、でね、 あのまあ、ア,ナあアナウンサーがないと言われてますが、おしたいという方のために、えー、グッズを差し入れてもいいじゃんというですね、非常に、非常にこうあの心の広い方々がいらっしゃいまして、ちょっとてこてこ歩いていいですか。なんと、ほぼほぼデザインが完成し、なんと今日え、あれあそこ、南ちゃん気づいてないんかあのね、DM で、エルタマさんと、その差し入れサービスで、エルタマさんと、えー、そして、 こちらの,あのこう一生懸命チャンネル、えー、のこの,あのデザインをこの AC カードステッカーのデザインを描いてくれた千葉さんいらっしゃるじゃないですか、えー、このお二人のコラボレーションにより、えー、さっき私の手元に PSD データも届きフォトショップの、えー、データも届きまして、えー、とうとうエルタマの,の、えー、受付をスタートさせていただくことになりましたよっはい でエルタマここれももの状態なのでもう一回説明しておきますねエルタマさんとは奇跡の差し入れサービスでございます。差し入れというのは意外と難しいんです。あの例えば自分の推しに何か食べてほしいみたいなことありますねえ。その時に適切な量を適切なタイミングで、えー、差し入れることっていうのは難しいんですよ。人の食べ物の好みというのはねなんかえそれあの、確かに世の中ではありがたいけど、どうしてもそれだけは食べられないんですって方もいらっしゃいますし、ね、そしてあのこうスポーツ選手に差し入れたいとかいう方の時に、スポーツドリンクなんかいかにも良さそうじゃない。だけどあの普通の人た ちからするとちょうどいい濃さのやつがアスリートでは甘すぎるとかあったりするそうなんですよ。難しいでしょ、そんな条件を合わせるのが。でそれをエルタマさんがそのご本人、差し入れを受けそうな人たちとのニーズをちゃんと聞いて、えー、で例えばあのこう、ね、舞台を一生懸命作っている推しの出ている舞台のスタッフの人たちにお弁当差し入れてあげたいみたいな時に、ちゃんと人数とかを把握して。 でしかもあったかいものとか冷たいものだったらタイミングを回さなきゃいけないじゃないですか。ね、みんなが忙しい瞬間に届いちゃっても大変だったりするしというので、その辺を全部取り持った上で、えー、あなたのこの押してる気持ちが尊いわけです。その尊いお気持ちが無駄にならないように仲介するサービス、エルタマをすげえなと思って紹介したら、えーあの、ラジオ番組だったらステッカーいかがですかというお話になりまして、ありがとうございますね。ねステッカーをあのこれから、えー、差し入れしていただけるという。 企画が走っております。まだ本当に差し入れてもらえるかどうかはですね、口数が足さないと、リアルにダメなのです。リアルにダメなのでございます。えー、<ー>いやー、でね、あの、本当に、すごいね、こう、ん何、何、原案まんまやんでさ、そう原案、原案が完成度高かったんですよね、もともとね、えー。で、あの、こう、 こう初めて CM が入ったって言われてますけどね、そうでねえー、と概要欄にリンクがあったけど、これかななんですが、で今、あのエルタマさんが見てくれてるはずなんですよ、中の人が。<ら>エルタマの中の方が。中の,中の人が見てくれてるはずなので、えー、すいませんが、エルタマさん、うんあの、もう公開していただいてもいいですか、えー、公開してください。で、一応、一口千円で受け付けていさせていただくこうとにしました。今回、一口千円。<ー>で、一口千円で受け付けるんですけど、あの 一口のところを10口とか張り込んでくれるお大臣の方がもしいた場合でも一つだけルールがありまして、こいつはノベルティじゃないですか。ね、でもちろん今回申し込んでいただいた方に、あのステッカーはあのこうお送りします。本来は今後、ノベルティにするために、今後はあの放送の中で何か貢献をしてくださった方に、これ差し上げましょうみたいな、ね、ことを考えてるんですけど、今回に関しては、ね、10口入れていただいたとしても、お一人一枚でございます。そこだけ、おえ、エルタマが降ってきた。 エルタマさん降ってきた。おエルタマ降ってきた。エルタマ降ってきた。どこかにつぶやきが。あれつぶやきが見つからないけど、これは始めてくれたってことだよね、きっとね。そうだよね。ね、で、ご、え、う、ー、おいくらまで達すれば、えっ、ー、と、おすごい、RT しときました。エルタマさん、や、ちょっと待って、ちょっと待って。えっ、ー、と、今この中にがっつり入り込んでしまっているけれど、えっ、ー、と、自分で入り込んでやるべきか今、今だよね。自分でこの世界に入り込んで。 えー,とえー、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 首ちょっと上がれはい、首ちょっと上がりました。今、首ちょっと上がりました、私。<お>降ってきた。お,<ー>お、ULR いけてる、いけてる、ULR いけてるって。企画出てる。企画出てる出出て出てる。おっと、よいしょ。えルータマ、一生懸命。よいしょ。これに行ってみましょう。今、ダン、ダン。あ、これみんなも見えた方がいいか、画面。せっかくだもんね。ここそうだよね。いけたらいいよね。うん ということは、みんなが同じ繊維画面を見ていただくためには、えー、こいつをじゃーんとして、こういう風うにして、モニターに映る角度にして、もうちょっと引いて、あ、一生懸命後ろから打てばいいのかな。こういう角度にして、こいつを、えー、っと、可視性、視聴者に見せる。じゃーん、出た ツイッター画面出たもしツイッター画面出た、うん、じゃあ、この画面を一生懸腰に、一生懸命が、えー、ちゃんとコントロールしていれば、うん、エルタマさんに俺が刺さっている。<laughs> <laughs> えっと、この状態でもうちょっとちゃんと見た方がいいか。難しいもんだな。この,この状態でいかがですかかなり見えます。かなり見えますか。よし。<laughs> ステッカーが、花束が。 そして一生懸命の名札が。なかなかね、バーチャルの世界。状態で。ええー、ここで一生懸命エルタマに。ブワーン。いったー。お<ー>おー。一生懸命オリジナルステッカーをみんなで作ろう、差し入れ企画スタート。すごい。ありがとう、エルタマさん。ね。やってくれてる、やってくれている。 週に8回生配信されているバーチャル MC アナウンサー、一生圏さん、日本放送、ユーセネム所属へ、差し入れとして一生懸チャンネル用オリジナルステッカーをみんなで完成させようという新企画です。何かお気持ちを送りたい方、何ら週になるでといった方、いったね、どっこ出ちゃったやつね、ぜひこのコラボ企画にご参加ください。このページより一口1000円からこの企画にご参加いただけます。 えとファンの皆様のご参加により以下の商品ページ内に表示される残り口数がゼロになると一生懸命オリジナルステッカー500枚を作成しおかなり配り手があります,すエルタマは一生懸さんのもとにお届けしますお一口でもご購入いただいた方一生懸さんにお名前と一言応援メッセージもお送りいただけますもうバリバリもうこんなにコメントしてくれてるのに えー、でお名前とメッセージは一生懸命にご覧いただけるように、ゆるたまからお渡りします。一応、これ、同じフォームだからね、えーあの、なんとなくありがたく扱っていただいてますけど、いつもこうやってる対象ですから、ね、でも、これ、VTuber に差し入れできるサー,サービスとしても画期的よね。普通、VTuber さんは中の人のことがはあの、なんだろう、いないけど、中の人など基本的には、えー、いないけれども、ニーズが分かんないことが多いですけど、ゆるたまさんが間に入るのはありだもんね、他の V の人が。 他の部位のもののファンの人もこれは教えてあげていいんじゃないですか、うん、えで、えー、と応援しても 4, 4月29日まで。うん、で、えー、これから申しますよ、イケメンやなどの気持ちを込めて一生懸命設計の実現を後押ししましょう。<laughs> うわ、ひとマステージも締め切り同じ。えー、一口を1000円、えー。複数の方で参加できる。お一人で複数口の加入。ででもしも指定口設に到達せず期間満了した場合、未到達。昇進で差し入れは行われず、同商品を。 ご購入いただいた方にはお支払い金額を、えー、後日全額ご返金いたします。ちょっと寂しい。しい気をつけよう。あこのままだと吉田副部長でつぶやいてしまうから、よいしょ、えっ、ー、と、<laughs> 一生懸命でつぶやいて。江戸っ子、人気ないな江戸っ子区長出たぁ、うん。江戸っ子区長、旦那衆って言っただけじゃないですか。 エルタマエールさんのえっと一生懸一生懸チャンネルへのステッカー差し入れはこちらです。 参加してくれてる人。でーん。よいしょ。で、自分でもちょっとやろう。<お>ツイートあ。ツイートになっちゃう。ツイートじゃない。ツイートじゃない。えっ、ー、と、ここから入るんだ。ここから入って。条件ステッカー差し入れ企画商品ページ。おー。カレレー,ートに入れる。えー、カートに入れていいでしょう。あ、すごい。もうすでに4人いる。ありがとう。うー早い。最高。すごい。 えで注文画面へ進む、副部長のアドレスがバレる、副部長のアドレスがバレるのはあまりよろしくないと思われるので、一瞬、どうすんのがいいのかな。ちょっと角度をずらそう。あ、そこか。でも確かコンビニとか行けんじゃなかったかな。ほら、コンビニで買えるえっとバニラビザ,ビザカードや V プリカ、デビットカードもご利用いただけますって。 これ作る場合は、エルタマ ID をお持ちでない方はこちらへだ。エルタマ ID タマ。え、すごい。でも、あんなにすごいスピードでもうそこまでやってくれた人がいるの ?4 人もすごい。すごいじゃないですか。利用契約に同意する。利用契約一応ちゃんと読んでおきましょうね。はい。こういう時に読むのは重要。契 <laughs> 約,約読まないと、一応、なんか迷惑は向こうにもかかりますからね。サービスの方にもね。 メールアドレスにエルタマあご登,録ご登録メール送信。送信したやつを、えー、と手順に従ってアカウント登録を完了させてください。こういう登録って人にすると個人情報もれもれね。<笑><笑>えちょっとじゃあ、ここの関しては貸しておいじらせてください。えー、ち,ょっとちょっと今消えて、ちょっと消えて、ないないにして。 ちょっとないないにして、えーとあのこう、イケメンの事務作業をちょっと、えー、ご覧ください。はい、イケメンの、はいね、そうじゃないと私の,あのメール、メール、ールなんだろうな。誰からメール来てるかとかばれちゃう、ねね。いけなくは、まあそんな悪いメールはないですよ。悪いメールはないですけどもだ。ないないですけども。ないないかわいいかよ。ないないかわいい。 ないないいです。かないないですしまっちゃうおじさん並みにないないですけどね。ねねーえー、g メールあえ、なに今に,今になって突然え、今なんで g メール私だけあ、大丈夫だった。なんか URL がいつもと違う生き方でいこうとしたらびっくりした。びっくりしたよ。 よいしょ <laughs> ないないがすごい人気ないない,気な <laughs> ないなな人気のないないは江戸弁じゃねえな。んなんでなんでよ <laughs> 何それ何がどうなの <laughs> ないないの。<laughs> ないないしょ。わは今の,今のよかったこれ、本当に見せなくて。<laughs> 本当に見せなくてよかったと思いますよ。ね <laughs> めちゃめちゃファンザからのおすすめメールとかあげちゃうところでした。ファンザはいけない。あ、で、一番、あ、ここからもう大丈夫かなあエルタマさんの、お、なんか完了的なやつが今落ちて、落ちてましたね。スクショした人はいるのかなスクショしてくれた人が。で、今これが、ないない、えっ、ー、と、貸しせい、見せるにもう一回戻しました。はい。エルタマさんのページ。じゃーん、いろいろ、いろいろ差し入れられるものがあるよ。 あ,あ、そうだね。ペットあるね。舞台ペット。じゃないこれ。ダイヤのエースかなこれ大振りじゃない大振りっぽいよ。うん。とか、いっぱいあります。これある中に、このあまたある中に、一生懸命が、イケメンに。イケメンだからな。イケメンだからすごい。そうだ、イケメンだから押してもらえるんだから。よし、じゃあ、ここ。 に、えー、もう一回戻ってきて、ID 作ったから、えー、これにして、<あ>えとっと、あ、すごい、47枚になってる、すごいえー、<う>いやー、本当にありがとうございます。<laughs> えー、で、マイページで、これで、注文画面に進む、あの、だって多分、あのね、いあの一生懸命弱点を教えてあげましょうか。クレジットカードを持っていないんだよ。<laughs> <laughs> 一生懸命。<笑><笑>そりゃあそうでしょう。 ありがとうありがとうございます。<laughs> 持ってないんですよ、クレジットカード、一証券は。そうなんですよ。もう、そしたらもう、相当ななんだろう、あの、攻め攻めな、Suica <laughs> は使えるよ、Suica は,はね、作れた。今、一瞬出てたような気もする、今、一瞬出てたような気もするので、<ー>え危険なので、えー、可視性ないない。 大丈夫かな見なか,、えー、見なかったことにしてください。一転車、ねね、自転車、アンチだったらするのかな。ここだけはさすがに今日カットしようかな、編集で。<laughs> ちょっと良くなかったかもね。いいちょっと良くなったかもしれませんね。ここはカットしましょうか。最近カット編集を覚えたんで、私。 YouTube のままで。うんそうですね。ただね、この最中に今やると見えるんですよ。<laughs> まあ、なんとかなるでしょう、えー。お支払いの選択になる、えー。クレジットカードか、やっぱり。クレジットカード。<laughs> いい <laughs> ありがとう。ごめんなさいね。えー、確認。<laughs> えー、で、いって、これで、えー、いける。うん、うんと一生懸命チャンネル。 え注文確定する。よしまだ個人情報出てるから画面を映せない。確定。確定。えー、住所出てる。ご注文ありがとうございます。よっしゃ。注文履歴ページ。いったいった。いきました。ここは見せられる。ここは見せられる。よっ。これで。 よちなみに、千葉さんのこのデザインは、あえてそのままコピーられちゃったりしないように、えっと、いろ色塗り前のバージョンがここには使われてるわけですね。ラフデザインですね。えー、いや、でもありがとうございます。自分でもステッカー欲しかった、もう当然ですけど欲しかったわけですけど、自分だけの力で作るとなると、ちょっと重たいなって思っていたところに、この心ある差し入れ、ありがとうございます。えー、ありがとうございます。よいしょ。本当にありがとうございます。 いやーもう本当に、えー、イケメンのイケメンがお辞儀します。深々。イケつむ。イケメンのつむじでございますが、さてどうだったかなこれで、でも60って結構ハードルあるよね。ねえ、どうなるかな ?95 人、なんと95人の方に、えー、裸を見せても住所を見せるなってランメルさんに言われている住所が <laughs>、けどカットした方が、残り46。 えー、三口にしようかな、五口にしようかな、いや、もう全然、あのさっきも言いましたけどあの、ステッカーはお一人一枚だけはもう確定してるんで、えー、49日、4月の29日か、ドキドキしますね、ドキドキしますね、本当に。いやー、しかし真面目に数週間でそれだけ、そのエルタマさんの、おお、おお、おお、今、エルタマさんのっていうか、多分ランメルさんの,あのアイコンと一緒に落ちてきたので、ランメルさんがおそらく申し込んでくれたやつではないかと。 スクショじゃないいかと思いますあのの色はエルタマさんのページだ残り数は44とかになってるんですけど、エルタマおおってことはこのタイミングでもう16人ぐらいの方が参加してくれましたね。ありがとうございます、えー。本編でもお知らせしようなって言われてるんですけど、本編でステッカー作ってますっていうのはちょっと申し訳ない気持ちが。残り43口、44から43になったのはそれは私かもしれません。あ、スターエクスプレスさん、えー、やっと登録できた。ありがとうございます。おじいさんがいろいろと実況してくれている。おお、来た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 。えい、あーあーあーああ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  ああ、若干取れない。参加、参加って言ってくれてますが、いやー、これで60いくかな <laughs> リアルな話いくかな残り4人になりました。わ、すごい、みんな参加してくれている。にしょいや、もう本当、あの29日までゆっくりゆっくり、えー、あのやらせていただきました明日コンビニ走るかって言ってくださってる方、あランベルさんがなんか落としてくれてるね、これね。ここにこのつぶやきはあるんだけど。 あ、来てる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 。こうなるんだ。キャッチ。こうなるって。ご注文完了。完了。へぇ。お支払いお客様情報の入力、お支払い方法の選択、ご注文内の確認、ご注文完了、ご注文完了。ご注文ありがとうございました。やったー。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。これでも、ゆるたまさんも本当はあのリスクはあんのよね。 そうここでいろんなシステムとか運用するのにあの、いろいろコストかかってるじゃないですか。で、かけていただいているコスト成立しなかった場合、全額基本的には返金ですもんね。ですよね。すいません。なので、本当にこう、あのエルタマさんもリスク取っていただいてありがとうございます。もしかしたらこれがあなたの IC カードに貼れるかもしれません。何度も再剥離可能ですので、そうなんですよ。そうなの。え、あの、こう。 そして IC カードにも貼れるし、IC カードに貼ってチャージしたいときに中に入っちゃうタイプのときは剥がしてもう一回貼れるし、パソコンとか貼ってもう,一回はもう一回貼っても大丈夫みたいなのもありますので、えー、できればお願いいたしたいというふうに思っております。ギリギリまで待って残り口数見て買う数決めようかなって。あれ、一回じゃないよね、多分。何回でも、ね。でもいけるんじゃないですか。で、あの、あと、あの、すごく、えー、不損なことを申しますよ、今から。 今からおじさん、感情悪いですからねあ。ごめんなさい。おじさんは感情悪いんです、常に。失礼しました。このおじさんは常に感情悪かったんですけど、こ,れこちらの、えっと、うん、感じのいいお兄さんまで感情悪いことを言いますと、えー、あの、60に達しちゃった場合、あの、確定ガチャですから、確定ガチャっていう言い方もどうか、うん、確定でステッカーが出るんですよ、今。1ステッカー、確定で。出るんですけど、あの、もしこれができなかった場合、 えー、今回、確定ガチャのチャンスではなく、今後、放送であの取り上げさせていただいた時とかには発表することになるというステッカーでございますので、ね、あの今の確定キャンペーン中です。4月の20 60組60組確定ガチャ。えー、なので、あのすみませんが、ちょっとあの参加するなら今の方が早い方が、一口参加していただくだけでも先にしといた方がいいんだと思うんですけどね。えー、あのよろしいでしょうか。えーねえー、ってことであの、つまり先着でございますね。 現状,現状のところは先着60名確定ガチャでございます。はいね、でもどうしよう、なんかもう本当に私、今、小金の話ばっかりすることになっちゃって、よくないなって思ってるんですよ、もうね、小金というか、ちょうどあの時期がいろいろと被ってまして、明日ねあね、吉田副部長の本が出るんですよえ、発売になりますね、電子書籍も出ます。明日え明日です4月の17日 で今、ノートで全部公開してるんで、そちらも気になったらっていうのと、あと中村恵里子さんとずーっと口を開くっていうポッドキャストイベントやったんですけど、イベントができなくなっちゃったんで、そのイベントも4月の19日にやろうという話をしていまして、でその4月の19日のチケットを今、PTX で売っております。もうすごい、全部1000円台、売ってるものが、大体いいも,もうね、有楽町の 3COINS とは俺のことだよ。3COINS <laughs> よりちょっと高いけどね。 本当うん、有楽町のこの高級な、ユーチューバーが全部空にする、1000、えー、円,千円あの自販機とは俺のことだ、ぐらいの感じの価格帯のものを取り揃えておりますが、えー、あのお時間でございますねその、そっちも19日にやりまして、であと、あのこれ、もうここだけでこっそり言うね、あ、えーえー、多分えっ、ー、と中村理子さんと10分ぐらいだけ電撃的に PTX の反則をやると思います。販売促進ツイター とかをで、その後にあのその本発売の、えっ、ー、と、ゆじ部も自分でやりますけどね、えー、というのはありますが、えっ、ー、と、あのそれを今、外に書くと、ちょっとなんか声優さんが絡んでるところで商売の話させたくないじゃない、今。えー、なので、えー、ここの,あのこう、プライベート空間に来てくださった方に、えー、生放送で一瞬住所がバレるぐらいのことを平気で <laughs> する勢いでやっておりますので、はい。 えー、じゃあ、今日も24時からの放送もあのよろしくお願いいたします。え決してあのスクショなど推しにならないよう、あ,あの部分に関しては、えー、ちょっとあの楽しすぎて、ちょっと、えー、楽しすぎてテンション上がっちゃいましたけど、あれはちょっとやめときましょうね。はい、じゃあ、今日うは砂田中ちゃんがこの後来てくれますよ。ほんじゃあねー、あ、えー、明日も、あさ、あしも日曜日も、えー、吉田副部長は出てくる。ネット上に。じゃねね。